京都の財界の有力者で同志者の理事でもあった、中村英介中村英介から1938年9月17日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、京都市会議員、京都府会議員、京都商業会議所副会頭、幼名は栄三郎、京都市長の高山義蔵は三男、京都松、原通り西の東院東籔下町に生まれた、 仙台、英介の長子。本生は、鉱山で、あと、中村と改めた。陽名は、英三郎で、家を継いで、父の名を襲名して英介と名乗った。聖火は優勝を営む。1864年の浜栗五門の変の、戦火により五条大京都に移転した。父に従い近畿、東山、北陸の書道を抜章して、商業を実地に練習した。 新国語を輸入しその販売を試みた。従者、三国郵民につき感学を収め、あと山本角馬に従い政治経済学を研算した。1876年頃に伊島城に出会い、キリスト教の真理を高級指導死者に入って、英学を収めた。1883年、同志社社員となり、j d デ,デイビスから洗礼を受けた。1881年、 京都府会議員に当選。1889年京都市会所代議長。1892年に京都府会副議長。1894年には府会議長に就任。府議として北垣国道府政を支え、琵琶湖疎水事業を完成に導いた。衆議院議員として2期にわたり、国政にも参画した。実業家としては、電気、鉄道など、 新しい京都づくりに貢献し、平安県と1100年事業を推進した。1891年、京都商業会議所会員に選ばれ、その副会頭に押された。ご半生は、政財界から引退し、キリスト教と同志社教育のために身を捧げ、四度に、渡って同志社社長代理を務めた。墓は、京都市左京区の同志社墓地にある。1885年には、 アメリカンボードの宣教師 ML ゴードンの影響を受け、村田英二郎らと一緒に市場キリスト教会を設立し、1903年には京都キリスト教青年会の再建創立にも参画した。明治初期の最新人、京都の教会の礎である。住所は京都五条橋東である。栄介の職業は日本新史録第24班によると、か節 日本新四録第32版によると、幹物賞である。ありがとうございます。